ね、やはりあの世界選手権でメダルを取るということで、あの格がつきますので、それは非常に重要なことですね。はい、今日のショートプログラムは要求された要素を使って2人で見事な世界を作り出していくという形になりますが、氷上で一体どんな共演が見られるんでしょうか。中国から法政刀剣組です。ショートプログラム、ショートプログラム合わせる音楽はイルミネーション。ソルトレークシティオリンピックは9位でした。この組はアクロバティック的な動きが、特徴ですからね。はい、最初のジャンプです。いや、息もぴったりでした。サイドバイドサイドのトリプルトーループジャンプでした。きっちりと決めていきました。やはりこのペア競技はユニゾン、調和が大切ですから、2人の動きが、ぴったりであることに注目してください。これがスローのトリプルサルコ。高くて距離があります。それも質の高さで要求されますね。このペアのショートプログラムというのは決められた要素を行っていかなければならないんですよね。そうですね、ジャンプ系が2つ、スピン系が2つ、リフト系が2つ。これがリフト系の一つ、まあ、ジャンプしましたけども、スプリット、ダブル、ツイスト、リフトですね、はい、そしてステップが一つで、スパイラルが一つとなりますね。サイドバイドサイドのスピンも、これも呼吸が合っています。まあ、強いて言えばもう少し男性と女性の距離が短ければよかったですね。2分40秒以内という決められた時間の中で8つの要素をこなしました。法政刀剣組、息の合ったぴったりとしたユニゾーンを披露してくれました。さあ、小川さん、まず最初のサイドバイサイドのジャンプ、3回転のトリプルトーループ、折り方もぴったりでした。はい、リフトも豪快でした。ここでワンハンドになりましたね。折り方も自然な流れで流れを切らないようにスーッと持っていきましたね。はい、得点が出ます。まずはリクワイアードエレメント 5.1 から 5.4。 場内から大きな拍手が起こっていますが、ちょっと2人は持ってないかなというような表情をしてますかね。最初の方の滑走ということでね、なかなか点数が出づらいですね。はい、そしてプレゼンテーションです。ちょっと下がって 5.1 から 5.4 というところが出ていますが、ここまで6人滑りまして、全員のジャッジが1位をつけています。6人滑って現在トップになりました法政刀剣組です。